今回は Amazon で面白いグッズを見つけたので紹介します。この定規です。この定規プリント基板の材料で作られています。なんだか細々といろいろなものがプリントされていますけれども、これはプリント基板製作、特に SMD プリント基板に便利な事柄がプリントされているんですね。裏面もこんな感じです。15センチまで測れるルーラーと、それから6インチまで測れるルーラーがあります。チップ抵抗、チップキャパシタ、チップダイオードなどでよく使われるランドパターンサンプル、そしてトランジスタや IC でよく使われる SOT や SSOP などのランドパターンサンプルがありますね。電力系の大型の電力制御系のデバイスのランドパターンもありますね。そしてこの穴は AWG 米国ワイヤーゲージ規格の穴ですね。これは便利なんじゃないですかね。ワイヤーをこの穴に通せばなんとなくワイヤーのサイズがわかるかもしれませんね。どうでしょうか。この右端のシルクスクリーン印刷もなかなか気が利いていていいんじゃないですか。アノードとカソード、リードの長い方はどっちだっけとか、矢印ってエミッタ？それともコレクタだっけとか、矢印が外向きって P ちゃんかな N ちゃんかなとか、まあそういう人でも困らないように書いてくれてますよね。これ、基板を作らない人にとっては、まあどうでもいい定規なんですけれども、てか私も Amazon でこのグッズを見つけたときは、今微妙だなというか、どう使うんって、まあ思ったんですけれども、面白半分で買ってみると、キキャドでプリント基板を設計してメーカーに発注しているような、まあ私にとってはなかなか便利なというか、どちらかというと、大助かりなグッズだということが分かりました。基板設計、特に SMD プリント基板だと、CAD 画面上ではいまいちサイズ感が分からないんですよね。まあ、CAD の場合、こんな風に VRML で、3D で見せてくれるので、まあ、絵を描いた後は部品間の干渉の有無とか仕上がりとか確認することができるんですけれども、これ、もう本当に、描いてみないとわからないんですよね。この定規があると、パーツ同士の干渉とか、まあ、組み立てが可能かどうかということを、CAD で描く前に頭の中で予測することができる。まあ、想像することができるんですよね。ランドパターンのサンプルが目の前にあるというのは、意外と強い。実感です。だからね、微妙になかなかいいですよ、これ。あと、まあ、このプリントされてるランドパターンとか、まあ、シルクスクリーン印刷を、使うにしても使わないにしても、学生さんならば、これをペンケースに忍ばせて、まあ、ペンケースからチラッチラッと覗かせて、さりげなく、まあ、この定規で線を引いてみたりして、マニアックな感じでどうですか？というわけで、プリント基板定規の紹介でしたが、ステマではないのでよろしくお願いします。皆さんにとってこの定規が役に立つかどうかわかりませんけれども、あと、Amazon でいつまで売られているかわかりませんが、一応説明欄にこの商品のリンクを貼っておきます。